はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。葉月なしを with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今月ももう終わりですね、先生ね。そうね、もう明日、明後日から12月でしょ。早い。なんかでも、あんまり年末感ないね。ないですけど、こことこちょっと雨が続いたじゃないですか。そうね。そうするとちょっと寒くなるんで、そうね、 なんとなくちょっと来たかなぐらいな感じですけど、 それでもまだ暖かいですもんね。まあなんか毎年言ってるけどね。言ってますね。まあ年末感ないねとかそうそうそう言いながら、もうあっという間になんか12月になってお正月が来てね、うん、でまあなんかあっという間にまた1年みたいな感じになっちゃうんですけども、うんうんうん、まあね、2019年も、うん、あと1ヶ月、うん、まあ、30日ちょっとということになりましてですね、はいはい、魔法の手帳もですね、うん、一応こう2019年版は今月で最後ということになりますね、うんうん、でそれが また来年向けてのこうなんですかね、アプローチというか、うん、まあ、準備とかにもつながるんですけども、うん、ということで、うん、まあ12月どんな月になるかっていうね、マンスリーメッセージを今日はお届けしていきたいかなというふうに思っております。はい、はいはい、今年ね、最後の月、はい、どんなのか先生教えてください。はい、うん、葉月数秘術で見る、12月は6、愛情の月ということになりますね。なんかこの2019年っていうのは振り返ってみるとね、うんうん、やっぱりこう想像と破壊、ね、うん、ワクワクとドキドキということで、どうでしたか、ワクワクとドキドキ、うん、ありましたか。やっぱりこう年号が変わるっていうところが一つこう大きなドキドキっていうか、ワクワクっていうか、大きかったね。大きかったですよね、はい、なんかあとはもうそうですね、ワクワクとドキドキ、まあ、でもなんかまあ秋休みしたし近いことしか覚えてないですよ。そうね、まあ、最近のことしか大体覚えてないよね、みんなね。1月何したかなって感じですけど、何してたかな。なんかね、僕はね、やっぱりこう本当に前半はまあやっぱりドキドキの方が多かったなーって感じ。どうなるのかなーって、なんかあんまり見えないなーっていう感じがずっとしてて、でまあ後半になるとなんかやっぱりこう、まあ、新しい流れがなんとなくやっぱり見えてくるなーっていう気はすごいしましたかね。そうですね、はい、なんか今年はやっぱこう、うち的にもなんかスピな感じでしたよね。スピリチュアル的なっていうか、うん、まあ、講座もそうですし、うん、結構なんかそっちの方、そうだね、まあ、後半ね、なんか宇宙のね、うん、スピリチュアルお話し会とかって言って、うん、宇宙の仕組みみたいなことをこうちょっとお伝えしてたし、うん、まあ、前半もね、うん、ヒーリングのね、そうそうそう、アカデミーとかやってたんで、うん、そうだね、うん、数日よりもスピリチュアル寄りだったかなっていう気はするね。そうですよね。それはね、やっぱりね、うん、このタイミングだからなんですよ ね、 すよね。だからここでやらずにいつやるみたいな感じなんですよね、僕的にはね、うん、で今年はね、スピリチュアルを現実に生かす年っていうふうに僕は言ってたんだけども、うん、来年はスピリチュアルが現実になる年、なる、うん、感じなんですよ。だからもう分けられないっていうか、うんうんうん、もう本当になんか目に見えない世界がもうダイレクトに目に見える世界にまあ影響があるっていうか、もうダイレクトにその繋がっちゃうっていうか、もうやっぱりそれは4なんで、本当になんか現実化するっていうか、目に見えますみたいな感じになるんじゃないかなと思います。でまあ22ね、来年は22大波乱でもあるんで、なんかそこへのアプローチっていうことを考えて、まあ、今月っていうのが、まあ、あるんですよね。で6、愛情なので、やっぱりね、まあまあ一つの来年のテーマの一つはやっぱり新しいパートナーシップの形なんですよ。これもね、昨日そうですね、言ってまして、ね、はい、今結婚される方が多いっていうのもそうかもしれないし、芸能人の方でね、だからまあそれがやっぱりその来年、本当に女神元年って僕ずっと言ってるんだけども、うん、その女神元年になるっていうのの一つの分かりやすい形はやっぱりパートナーシップなんですよ。
やっぱ男性と女性の立ち位置が変わりますっていうことなので、なんかその中で新しいパートナーシップの形をこうなんか模索していくっていうか、それは多分ね、いろんなパートナーシップがあるから、その全てのパートナーシップの中でそれぞれにやっぱり考えていくっていうか、これが絶対正解ですよってもちろんないんだけど、その以前の今までのそのまあいわゆる男性上位の、まあ女性がこうついていきますみたいなのはまあもうね、現実的にはもうほとんどなくなったと言ってもいいかもしれないけども、でもそうでもないよね、やっぱりそこに縛られてる人はたくさんいらっしゃるね。そこがだからこそ一歩二歩も進めないところでもあるんですけど ね、 そうだよね、で結局その、まあ、子育ての部分とかにしてもそうだけども、やっぱり本当に女性の方の負担がすごい大きくなるし、やっぱりシングルとかであの困ってるのは基本女性の方に、が多いですよね、まあ、もちろんシングルファーザーもいらっしゃるけども、やっぱりその重荷を負っちゃうのは女性だったりするから、まあ、そうですね、だからそこをやっぱりこう社会全体の仕組みとしても変えていかないといけないんだろうと思うし、やっぱりそれは男性も女性もちょっと意識変革が必要だろうと思うんですよね。でその中で、まあ、あの今月っていうか12月なんですけども、12月のポイントとしてはですね、要は大切な人と一番大事なことをちゃんと分かっちゃうっていうようなことがポイントなんですよ。でこれはやっぱすごい大きいのね。それは大切な人はやっぱり異性なんですか？いや別に異性だけじゃなくてもいいです、うんうん、あの同性でもいいけど、でも大切な人ってそんなにね20人も30人も絶対いないから、いない、ね、うん、まあ基本一人なんですよ。この人とやっぱりどこまで払われるかっていう話なんですよね。だからまあ基本はあの、まあ、あの異性のパートナーシップっていうのがもうベースになりますけども、それだけじゃなくて、まあその親子であったり、もちろんそうだし、あと兄弟とか、まあそういうのももちろん入ってきますね。で要はどこまで腹割るかって話なんですよ。で結局腹を割る時の一番あのハードルの高い分野は何かっていうと、もう2つしかないんですよ僕の中で。2つしかない、これ絶対腹割れないよっていうのはもう2つしかない、分かる？この2つ、ちょっとさっきカンニングした、そうお金と性、そうセクシャリティね、セクシャリティこの2つしかないんですよもう腹割るところは。で、そうなると、ね、例えば親子とか兄弟とかで、まあ、セクシャリティの話はあんまり基本ないじゃないですか。分かんないですよ、カミングアウトするかもしれないじゃないですか。何をいや、あの、いや実はって男性で生まれたけれどもみたいなね。ああそういうことね、なんかこう近親相関の話かなとちょっと思ったんだけど、あそうじゃなくてね、まあ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 、あの、まあまあね、それもいいんだけど、ね、でも結局そのあのやっぱり人に言えないことってそこなんですよ、その2つなんですよ、だからその基本的にその 夜の営みっていうのは本当にその、まあね、まあ、2人も3人もこうなんかくんずほぐれつの人もいらっしゃると思うけど、基本的に2人の、まあ、いわゆる姫事だから、そこは本当に誰も触れない部分なのね。だからこそちゃんと話さないといけない、あその人とパートナーとそのお互いが、はいはい、でこれはもう日本人一番苦手なとこだね。あの、まあ、特に男性が、男性か、まあ、男性側かもしれないね。へー、そのなんか何、こうセクシャリティについて話すなんていう、その土壌は何にもできてないから、なんかもうちょっと、まあ、今日いいだろうみたいな、よくわかんないなんかそうで、なんかこう同じパターンで済ましちゃうとか、でなんかお互いにそのなんか何それでいい、まあ、男の人の方がそういう傾向強いんじゃないかな、なんかこれでいいだろうと思っちゃってるみたいな、女子はもうなんか諦めてる、諦めてる、もう仕方がない、もうなんか、まあ、まあ、言えないですよね、そう早く終わってくれないかなみたいな感じとか、わかんないけどもっとこうしたいとかしたいとか、で絶対女性だってあるはずなんですよね。でもちろんそういうのもいらないっていう人もいるかもしれないし、でそれは別にそれぞれなんですよ、基本的にあのやっぱりなんか黄色人種っていうか、あのアジア系の特にこう、まあ、日本人とか本当にあんまり性欲な薄い方なんですよね、人種的にも。だからそのやっぱりラテンと比べてすごいこう
なんですか、繁殖能力弱いみたいな部分がすごいあるのね、うんうんうん、だからまあ別にそのセクシャリティがなくたっていいんだけども、ないんだったらないっていうことをお互いにちゃんとやっぱコミットしないといけないわけ、うん、ね、うん、片っぽはあって片っぽがないのが一番まあよそうだよね、バランスが面倒くさいわけですよ、面倒、ね、くさいっていうかバランスが取れないけども、うん、でも片っぽがもうないんですっていうのを、うん、もうそのなんかもう触れられたくないです嫌ですって女性はそういうケース結構多いんだけど、うんうん、もうそうなると、うん、じゃあそれはいいよと、うん、あなたの問題だから、うん、それはあなたの意思を尊重するけど、うん、でも男性がその要はねしたいっていうんだったら、うん、それは仕方ないじゃんね、自分は嫌なんだからよそでやってもらうしかないから、うん、それをなんかダメよっていうのはそれはちょっと全然違うでしょと僕は思うのね。そう、そう、まあ、生理現象ですもんね、そう、男性はね、そう、ダメしようみたいな、うんうん、だからそれがいやそれも全部含めてよそでもやってほしくないし私にもやってほしくないし我慢しろっていうのはそれは違うでしょうっていうふうに、まあ、僕は思いますけどね、うんうん、男の生理からしたらそうでしょうと思うから、うん、でもそういうことを話さないのよ、お互いに、うん、そんなことなんかもう言ったらわかるでしょみたいな感じで、うん、それでなんかそうやって浮気すると思うのがブチ切れるっていうのは、うん、それはちょっと、うん、でその前に、うん、その一つ前に、うん、まあ前っていうかどっちが前か後かわかんないけども多分すごいそれも僕はリンクしてると絶対思うんだけども、お金の話ね、これも別々にしてる人が結構いらっしゃる、そうですね、うん、まあねやっぱりそれぞれ働いてたりすると思う、ね、そう、お財布別々っていう方結構いらっしゃるじゃないですか、まあこれね、あえてちょっと非難を覚悟して言いますとですね、おうおう、僕お財布別々っていうのはもう結婚してることにはならないと思ってます、はい、はい、だってエネルギーだから、お金ってもうセクシャリティと本当一緒なの、エネルギーだから、そのエネルギーが別々に流れてるっていうのは要は一つの家っていうか、うん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 、共同体じゃないのね、うんうんうん、だからあの別に それぞれがそれぞれで稼いでるのは別に構わない、うん、でもそれは一つの家庭というか共同体、うん、コミュニティとして考えたら一つで考えないと、うん、そうおかしいじゃんって、うん、うん、エネルギー一つに入れないと、うん、そこからどう使うかとか、はいはい、ね、うん、私はこれが欲しいとか、うん、私はこうしたいとかいうのがあって初めて一つの共同体コミュニティだから、うん、それがもう私のお金は私のお金、うん、あなたのお金はあなたのお金、それぞれでやりましょうっていう、だったら別に結婚してる必要ないんじゃないかっていうっていうかエネルギー的に言えばそうです、そうなんですね、はい、まあ、分からなくもないですけど、はい、そうなるのも分かるだからそうなるんだったらなぜそうなってるのかをちゃんと話し合ってお互いにコミットした方がいいですよっていうことだし、でも見えないっていうことでしょ、まあそうですね、相手のお金が見えないっていう話でしょ、え、それでなんか一緒に暮らしてる意味あるんすかねって僕なんか思っちゃう、オープンですか先生、うん、もちろん、もうオープンどころかもう全部握られてると言ってもいいかもしれないですよね、握ってるかと思います、いやもうあの昔は握ってましたよ、うんうんうん、はい、あの昔はもう完全に僕はもう全部握ってましたぽい、はい、もうあのもうあの家計をつけるタイプだからね、わかるみたいな領収書とかね、もうすんごい細かいですから、細かさ、なんか見たことあります、会社昔先生が会社してる、はい、あのね社長の頃の受け、うん、あの何そうそうそう、ね、領収書のノートノート見たらもうなんか裏紙にそうそうそうペタペタ収ペタペタ、もう全部もう同じサイズで全部手作りで紐で縛って何ヶ月誰とどこへ行っていくら使ったみたいな全部管理してました、タクシーめんどくせえってありゃしない、ごめんなさい、すいません、さすが、まあ、だからこそね今ここにあるんでね、だからもう今もう全部私も何も分かりませんみたいな感じになってますけどね、はい、だからまあそれはすごくやっぱりね、なぜそれが気になるのかとかなぜそれが嫌なのかっていうのをやっぱりちゃんとお互いに話した方がいいです、お金の話で大体ね、親子関係とか兄弟とかでも揉めるのはもうそこなのよって感じなの、絶対そこなのよってお金の話で、お金の話ってやっぱりなんかこうこんだけくれとか、うん、これじゃ嫌だって言うとなんかすごい嫌しい感じになるじゃないですか、うんうんうん、いや別に、うん、いいじゃん、うん、欲しいんだったら欲しいって言った方がいいよと、うんうんうん、それでも言わずにいやもうそんなの別に
うん、とかって言いながらなんか、うん、お兄ちゃんだけ持ってったとかお姉ちゃんだけ持ってったもひどいもんもう絶対もうあの一生たたってやるみたいなふうになっちゃったら何にしてんのよって話だから で、ね、で結局親も子供もそうなんですよ。やっぱり親がやっぱりお金持ってると、うん、そのお金で子供をコントロールしようっていう意識がどうしても出てくるからね、うんうんだから要はこれをやるんだからお前分かってるだろうなみたいな忖度が絶対出てくるわけよ、うん、家やるよって言って、うん、その家ね、まあ、土地とかお金とかいろいろあるけど、うん、ね、うん、それあげるよって言ったら、うん、でも分かってるだろうなってみたいな話だからまあね、面倒見ろよっていうね。いやもうそんなの絶、うん、まあ絶対っていうか、まあ、僕はないですね、うん、もうだから僕は本当になんかもう一銭も残す気ないですね子供には、うん。だからあの僕子供に言ってますけど今のうちお父さんがお金のあるうちに来た方がいいよってそれ結構それも忖度なんです。今入ってるそう今だったら怒ってやるよとかそこそこやるよみたいならしいですよだからもうなくなっちゃったらそれはね昔から結構言ってるんですよ、うん、子供にそのあの君がどこどこの学校行きたいとか何々勉強したいとかいうのはもう全部うちは昔、まあ、自己申告だったから、うん、その言ってねって、うんうんうん、で言ってすぐ今日いるとか言われちゃったら本当困るから、うんうん、まあ例えば1ヶ月前とか3ヶ月前とか半年ぐらい前にこういうとこ行こうと思ってるこれぐらいかかるって言ってくれたらできるもんはできるできないもんはできないって言うからできないって言ったらそれは諦めてくれと、うんうんまあ、逆に言えば別の方法を自分で考えなさいって、うんうんうんで、できる時はできるって言うから、うん、それは、まあ、気にせずその使ってくださいみたいな言ってたけど、うん、まあ一緒です、そういう意味では。だからもうそのスタイルでオープンにしちゃうとすごいお互いが風通しがいいっていうか楽だから、うーん、ただねこれもね多分ね男の人の方が抵抗あるんじゃないかな、そうですよね、自分の年収とか貯金とか、うん、そうですよね、そういうのをオープンにするっていうのは、うんうん、ただそれだけじゃなくてやっぱりその財産とかもあるからね、その相続するとかも絶対あるし、うんうんうん、でそういうまで全部含めて本当にだからお金ないお金ないとかって言ってるけど本当にないのかって言ったら結構出てくんじゃないのっていうだったらいいですけど本当になかったっていうパターンもありますからね。あるある、そう借金があるとかね、そうそうあるじゃん、うん、でもそれも全部自分の何ですかね、自分を形作ってエネルギーの一つなんですよ、うん、それをやっぱりシェアできないっていうのは、うん、その僕からするとなんかパートナーシップの意味あるのって思っちゃうけどね。そうですね、でも多いと思いますよ ね、うん、ちなみにタマちゃんのお金事情を知ってる人誰かいるの？いや、いないと思う。いないですよ。そうでしょ、うん、本当にこの人は一体いくら持ってるのかっていうのを、うん、もうダダ漏れしてる人って誰もいないんじゃないの、うん、例えばなんか親の何かとか、そうそうそう、介護が必要でお金をがね、兄弟でとかならないとなかなかそこまで話にならないけど、うん、だいたい年末年始ってこう家族が集まるじゃないですか、お年玉じゃないけどこうお金が動く時だから、やっぱ12月1月こういう話になりやすいですよね。 その時にいかにってことですよね。 いかにやっぱりこうシェアっていうか分かち合うっていうか、うん、透明にするかっていうか、クリアにしとくかっていうことです、うん、ないものはない、あるものはある、別にそれでいいから、うん、なんかそこをちゃんとこう別にね、あの誰かれじゃなくてもいいのよ、うんうんうん、本当に。だからそういう意味ではね、タマちゃんも一人ぐらいはもうなんかフルオープンにしちゃった方がいいと思うよ、うん、まあその前に自分がいくらあるか分かってないからね。そうね、それが大事なことですけど ね、 ね、でそれも含めてなんですよ、うん、自分がいくらあるか分かってないっていうことも含めてオープンにするの、うんうんうん、でそれをじゃあ調べてみようとか、うん、その何ほら債券とか株とか、うん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 、まあ、保険とかいろいろあるじゃん、うん、それが資産なのか負債なのか知らないけども、その資産と負債を全部含めて今自分はこれぐらいのお金っていうか、まあ、金融的なその経済的なものを持ってますっていうのをやっぱりクリアにするっていうのはね、これすごい大事なことですよ。結構ハードルですよね。見ないと分かんないからね、うん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 、お金ってみんなそうなの、見ないと。でお金って要は見たらちゃんと分かるんですよ。それがお金のいいところなんですよ。数字で出てくるから。でもみんな見ようとしないよね。そうですね、うん、まあ、例えばお家持ってる人だったらこれが本当にどれぐらいに資産価値があるのかとかね、
そういうのを見ないで大体これぐらいだろうとか、それもその詳しく見たらなんかね、土地の名義が誰か違ってたとか、そういうこといっぱいあるわけよ。自分だと思ってたのに違ってたとか、なんかこの土地は半分人のもんだったとか、そういうことだっていっぱいあるから、だからそういうのはちゃんと見ないと、しっかりで、これはこれからね、そのお金の流れっていうのは本当に、まあ来年のこれも一つのテーマなんですけど、やっぱり劇的に変わってくるから、ちゃんとその自分の今のお金っていうか、自分の立ち位置っていうか、現在地、現状を見極めるっていうのはすごく大事なことなので、一度皆さんそれぞれに自分の今のお金の事情っていうか懐事情を一回ちょっとね整理した方がいいですね。それが12月のテーマです。はい、でしかもそれをできたら大切な人と分かち合う、私こんなんです、こんだけありますとか、こんだけありませんとか、こんだけ借金背負ってますとか、まあ、そういうことも含めてね、それができないと次のステージいけないよって感じ。そういうなんかネガティブなものに蓋をしたままでは本当にいけないんですよ。全部オープン、フルオープンにする。だからそういう意味ではその先に、もしその男女のパートナーシップを組んでる人がいれば、その、まあ、先にっていうか、それと同時にセクシャリティの話も絶対出てくるから、そこもフルオープンにしないと。そうじゃないとそれこそアセンションできないよって話なんですよね。それぐらいだって分かっちゃうんだもん、その5次元とか行っちゃったら、もう隠し事は無理なのよっていう感じだから、もうなんかいいじゃん全部本音でみたいな。ただしそれが全員っていう話じゃなくてもまだいいよと、それはもう段階があるからね。でもね、はっきり言って5次元でテレパシーで更新しようと思ったら、その隠し事なんか無理なのよ。スケルトンですね。そういうところに踏み込もうと今してるわけだから、それの、まあ、一つの準備として僕は今月は一つ、まず自分のお金をちょっともう一回ちゃんとしっかり見てみる、財産とかね、そういうのもね、でそれをやっぱり大事な人と分かち合うっていうのをぜひやっていただきたいなと。これはもう来年に、その来年2020年大波乱のこの波に乗るために、まあちょっと避けて通れない一つのね、まあ、トレーニングっていうかプロセスとして、トライしていただければいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、なるほどね、はいはい、ということで、はい、はい、じゃあね、12月もぜひ、ご機嫌でお過ごしくださいませ、はい、ということで今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。